一島川裾祭りのある日の夜の一島駅。一島駅は兵庫県丹波市一島町一島麻ザバーデンにある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅で列車交換が可能。男女別推薦のトイレ及び多目的トイレが改札外にある。駅舎は南東の一番乗り場側にあり、 反対側の2番乗り場へは南端の古線橋で連絡している。なお、当駅は駅業務を丹橋が受託する簡易委託駅であったが、2021年3月31日をもって無人化されている。また、自動券売機が設置されている。かつて設置されていた駅スタンプは、歴史ウる勇気の里がある駅だった。2番乗り場を上下本線とした一線スルーの配線となっているため、 特急は、基本的に上下線とも2番乗り場を通過する。行き違いがない普通、丹波路快速は上下線とも、駅舎側の1番乗り場に停車する。普通、快速同士の行き違いの場合は、篠山口、大阪方面行きの上り列車が1番乗り場、福知山方面行きの下り列車が2番乗り場を、使用する。市島駅改札口駅前に立つ新地寺の、 石碑中は1時間あたり、篠山口駅発着の普通が1本停車する。朝晩には大阪駅発着の列車の設定もある。かつては特急、北近畿も停車していたが、2011年3月12日のダイヤ改正を機に取りやめられた。兵庫県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前通り、 毎年7月に行われる川すそ祭り線路沿いや国道沿いを中心に住宅街が形成されているが、おおむね田園地帯が広がる。ありがとうございます。